どうも霊媒師の馬込です。よろしくお願いします。いやもう今日はねすごい東京は雪が降ってて、もう今日はね動画上げる予定とかなかったんですけど、みんなどうせ家で暇だから YouTube でも見るかなと思って、このクソ寒い中ねちょっとね頑張って撮影していこうかなって思います。で今日なんですけど、前回だか全然前回か忘れちゃったんですけど、もうちょっと前かな、あなたの家は大丈夫ですかっていうこうサムネのやつで、階段の話をしたやつがあるんですけど、ああいうもうなんかどうしてもずらせないものとか動かせないものとかそういう話じゃなくて、今日は誰でも置けたりとか捨てたり移動できたりいうようなもので、ちょっと植物をちょっとね植物の話をしていきたいと思います。で植物も結構多岐にわたってるから、その生け花とかこう生きてる花とか切り花だったりとか、ドライフラワーだったり観葉植物、もう観葉植物も種類がたくさんあるし、なんかこうピンポイントでこれだって決めて話した方が楽かなと思って、で今日は観葉植物置いたらいいよってよく言うんですけど、お客さんとかにそうやって言うと水あげるのがめんどくさいとかちょっと枯らしちゃってって言われて、だいたい言われるのがサボテンでもいいですかって言われるんで、この今日はねサボテンをねどういうものなのかっていうのをちょっとね僕的な感覚でどこに置いたらいいとか置かない方がいいとかっていう話をねしていきたいと思います。まあ、実際でもサボテンって結構難しくて、風水とかだとこの魔除けだったりとか厄を払ったりとか、やっぱりトゲトゲしてるエネルギーなんで、こう厄除け、もう本当に外に追い出したりするエネルギーは確かに強いんですけど、僕が感じる感覚だとやっぱり家の中に置くにはちょっと強すぎるっていうのが正直サボテンにはありますね。僕は基本的には置かないですね。でサボテン置いてよかったなって思うこと多分あんまりなくて、毎回その置いたことがあるんですけど、おしゃれなサボテンみたいなのを、もうね肌が荒れまくって口内もできまくって、やっぱサボテンの、まあ、マイナスな面で言うと、こうトゲトゲしたりとかって言うと肌荒れだったり胃が荒れたりとかってしやすい傾向がちょっとあるかなって感じがします。本来室内で育てるものじゃないんで、こうサボテンしかも気性がちょっと荒いというか気が強いので、やっぱりそこちょっと、ね、肌荒れとかで結構出たりとか、家の人間関係がちょっとトゲトゲしくなったり崩れたりとか、やっぱりどうしてもそういう影響ちょっとサボテンは強いんで、もういくら魔除けになるって言ってもあんまりサボテンでの魔除けはちょっとおすすめはしないですね。どうしてもサボテン置きたいっていうんだったら、なんかケースとかに入れて置いといたらいいんじゃないかなと思います。透明なこうガラス、まあさ、水槽みたいなやつっていうか、こう、おしゃれな透明なガラスケースとかに入ってるサボテンとか売ってるじゃないですか。ああいうのはね、全然 OK かなって感じがするんで、もしサボテンどうしても置きたいよっていう人は、そういうのに入れてサボテンを置いて、こう、可愛がってあげたらいいんじゃないかなと思います。そういうのもないよっていう人は、本当ペットボトルの上を切って、もう逆さまにして被せたりとかは、やっぱしておいた方がいいんじゃないかな。やっぱりサボテンちょっと気が強すぎて、正直扱いが難しいところではありますね。プラスな面で言うとちょっとそういうの難しいんですけど、例えば、もう、これもどうなんだ、家の中の人間関係をあえて壊したいとか、離婚したいとか、夫婦間をもっと悪くしたいとかだったら、寝室とかリビングに置いてもいいのかなとちょっと正直思うんですけど、あとどうしてもそのストーカーとか縁が切れない、粘着質な人とかがいて、その人からなんかこう距離を置きたいっていう人とかは、そうですね、例えばその携帯の近くとかパソコンの近く、その連絡が来そうだってブロックしても監視されてるとか、インスタでどうしてもアカウント長いこと作り変えて見てるとかだったら、そういうパソコンとかこう携帯とかのすごい近くに、もうほんと超ちっちゃいやつがいいですよ、超ちっちゃいやつとかを置いて、いい気とかは落とさないで、そのこの人との縁を切ってほしいみたいな感じでサボテン話しかけたり思っておいてもらう分にはまあいいのかなと思いますね。そういう使い方もまあなくはないですけど、あんまり基本的にはおすすめはしません。全体的にはあれで見て、本当にケースに入れて可愛がるっていう手でできれば置いてほしいかなって思います。その上だったら全然大丈夫です。でしかもサボテンでも本当に枯れちゃう人はすぐ枯れちゃうんで、邪気やっぱり吸ったり跳ね返したりしてるから、その分本当にいくらサボテンでも枯れるんで、もうその時はもう潔く取り替えてください。もうね枯れたらもう終わりっ
っていうふうに思ってもらった方がいい。この水あげたりどうにかしたら復活するかなっていうよりかは、もうめちゃくちゃ邪気を発ったり、こう誰かの身代わりになってくれたりとか、何かしら働いてくれてるから、もう本当ありがとうございましたって言って、もう土に返すなり、あのもやや汚れゴミとかにね、塩とかと一緒にこうなんかくるんで丁重にね捨ててもらって、ありがとうございましたって思って取り替えてもらったりした方がいいんじゃないかなと思います。まあ今日はね、サボテンの話をね、サクッとしておきました。もっと植物いろいろあるんで、こういうのがいいよとか、こういうのがダメだよとかっていうのもいろいろあるんで、またそれはなんか違う回で、ちょっと今日はね、サボテンだったんですけど、またそういう回をね、ちょっとどっかで撮っていけたらいいなと思います。今日はね、サクッとね、短い動画で終わらせていこうかなと思うんで、また次の動画でね、お会いしましょう。バイバイ。